はいどうも、アサイマルです。本日の動画なんですけど、この動画を撮ってるのがですね、実は2月の3日になります。で、2月の3日といえば、まあ節分の日ですよね。まあ節分というのはですね、日本の行事です。語彙力がなさすぎました。まあ節分の日にはですね、豆まきをやったりとか、まあいろいろなことをすると思うんですけれども、その中にやっぱり恵方巻きを食べるっていう文化があると思います。その年の方角を向いて、その太巻きを一本丸々食べるという、まあなんで食べ出したかっていうのは、健康祈願だったりとか、まあ、商売繁盛の運を一気にもみ干せみたいな形で、こう恵方巻きを一本丸かじりっていうのが広まったなんていう話だと思うんですけど、やはり毎年そのどこの方角を向くのかっていうのが気になるところではあると思うんですけど、ちょっと今回はその方角にちなんだ、まあ、山梨県民のあるあるじゃないですけど、山梨県民だからわかるようなことをちょっと紹介したいなと思いまして、で、山梨県民って山で方角を見るんですよ。山梨っていうのはその360度山に囲まれてるっていう土地柄なんで、山で方角を見るっていうのが、まあ、すごく便利と言ったらあれですけど、まあ、土地的にはすごい理にかなってる方法なんですよ。基準となるのが、南の方向には富士山があります。で、北の方向には八ヶ岳があります。で、西の方向には南アルプスがあるということで、正直南北が分かった時点で結構絞られるんですけど、そこに西が加わることによって方角がかなり絞られるんで、その山を基準に結構方角を、まあ、判断することが多いです。で、しかも東京とかみたいにバカみたいに高い建物が多いわけじゃないんで、例えばなんかちょっと道に迷った時とかも、あっちの方向に富士山があるからとか、あこっちの方向に八ヶ岳があるななんて言って、そっちの方向に進んでいけば自分の知ってる道に出れたりして、あ迷子じゃなくなったなとかも、結構僕自身もそういう経験があってですね、山梨県民はそうやって山を見てですね、方角を判断するというふうに僕は思っております。逆にですね、ちょっと他の県民の方ってどうやって方角判断してるんですかね。よかったらですね、コメント欄の方にどうやって判断してるのかっていうのをぜひ書いてほしいと思います。ということでね、今回は山梨県民ならではの、まあ、方角というかのね、あるあるを紹介させていただきました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとですね、インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、動画の概要欄から飛んでいただいて、チェックとフォローをよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上ではなくてですね、僕もしっかり、恵方巻きを買ってきたので、丸かじりしたいと思います。で、2019年の恵方巻きの方角が、東北東ということなので、しっかり東北東を向いて食べていこうと思うんですけど、東北東ってどっちだよ。え？真後ろじゃん。皆さんすいません。東北東がこっちの方角なので、ちょっと背を向けて食べることになってしまいますけども、しっかり一歩丸かじりしたいと思います。僕が買った恵方巻きはこんな感じでございます。太いっすよ。これをしっかり丸かじりしたいと思いますので、いただきます。
こんなん無理やん。